2ヶ月ちょっと今働かせてもらってます。はい。おお、今何してるんですか？今なんと本店の店長をやらせてもらってます。本店の店長。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。焼き鳥サンキュー近況報告イエーイ。ということで阿久津さんに来てもらってるんですけど、あれなんか見たことあるようなあれなんか名前をちょっと。はい、染谷亮太と申します。フランチャイズチャンネルの第1回の採用イベントで阿久津さんとマッチングさせていただいたものです。あら、あの採用イベントに出てた人ですね。そうでございます。で、焼きサンキューにマッチングして、ね、10月1日から、はい、そうですね。あ、もう正式入社で、はい、じゃあもう3ヶ月ぐらい働いてるわけですね。2ヶ月ちょっと今働かせてもらってます、うんうんうん、はい。お、今何してるんですか？今なんと本店の店長をやらせてもらってます。本店の店長、はい、亀井の本店の店長を勉強しながら本部の勉強も、はい、そうなんですね。じゃあ亀戸行ったら会えるってことですか？会います、はい、染谷さんに、はい、基本います。すごい。どうですか、働きぶりは阿久津さんから見て。すごいですね。1週間ぐらいでもう全部仕事覚えちゃった感じで、すごい。やっぱ産休ビジネスがすごかったです。 2,3 日やれば大体のことは覚えられちゃって。あ、なるほど。いや、すごいいい関係ですね。本部のこと褒めるし、スタッフのこと褒めるしで誰でも簡単できるっていうね、ビジネスモデル。あ、なるほど、はい、そうなんですね、はい、じゃあ今コツコツやってるというところで、はい、どうですか実際働いてみて。まあ同じことになったんですけど、覚えることは本当簡単、うん、調理も簡単ですし、はい、居酒屋の接客っていうのも社長がどうやってやっていいかっていうのを教えてくれるので、うん、それを徹底的に真似しながら頑張れば売り上げは確実に出るな、はい。なるほど、はい、フランチャイズチャンネルさんの方でも採用はマッチしたんですけど、はい、いろいろあって最近なんか大木くんとめっちゃ仲良くしてます。採用はしてない方ですよね。採用なんかあの時は採用に至らなかったんですけど、はい、可愛いやつなんで、あいつ、はい、気づいたら飲みに行って採用イベントなり飲み友になっちゃった。そうじゃあもう一緒に仕事するかみたいな感じになって、はい、ちょっと今フランチャイズチャンネルのお仕事とか FC チャンネルのお仕事が若干振って、はい、ちょっとやってもらってますね。第2回はあるんですか？そんななんかしらじらしい。そんな第2回もやります。1月13日に採用イベント改めてやりますんで、今回も焼き鳥サンキューがね出てもらうことになるんで。え、今回でももう店長いるから次何なんかもっと下っ端になっちゃうんじゃないですか、次採用しても。もちろんそうですね。染谷さんの下にはなったんですけど。じゃあ染谷さんの後輩ができるってことですか？後輩ができるかもしれないですね。ああ、なるほど。次はどんなこと任せようと思ってるんですか、採用したら。ほんとまた逆に今度店長になってもらって本部の仕事をしてもらいたいなと、うん、なるほど、はい。じゃあまた店長のポストが開くかもしれないってことですね。そうですね。染谷さん的には今後どうなりたいとかなんかあるんですか？そうですね、やはりフランチャイズ関連で阿久津さんとマッチングしたので、いろんな新しくフランチャイズ展開する店舗のサポート側に回れればなと思ってます。実際にもう何店舗かね、本店で研修に来ていただいて教えてる立場なんで。研修に来た人を教えるっていう、はい、すごいっすね。フランチャイズ3店舗分研修させてもらってます、はい、すごい戦力ですね。じゃあ逆に入ったばっかだったんで、はい、そういう方でもできるんだよっていうのを教えられるんですよ。何年も働いてる人が教えてたら何年も働いてるからできるんじゃないか、うん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 、でも入ったばっかの人が教えて、うんうん、あ、入ったばっかでもこんなに簡単にできるんだと。なるほど、はい、確かにそれは説得力ありますね。私自身もいいアウトプットになりました、はいはいはい、そのタイミング的に。なるほど、はい、染谷さんからなんか参加しようか迷ってる参加者側の方に向けてなんか一言とかいただけますか？本当に今迷ってる方はぜひ採用イベントに検討していただいて、緊張感なくラフにできるようなイベントだったので、ぜひとも皆様ご参加いただければと思います。私は本当に参加してよかったと思ってます。お、よかった、ありがとうございます。ということで改めて1月13日の16時から開催しますので、転職を考えている方とかちょっとフランチャイズにかかって仕事してみたいなっていう方はぜひご応募ください。お願いします。お願いします。お願いいたします。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで